昨日午後、今治市沖の海で作業船1隻が転覆し、乗っていた30代の男性作業員1人が行方不明になっています。今治海上保安部によりますと、昨日午後3時ごろ、今治市小浦町の沖で日垣造船が所有する汽船第三日の木丸が転覆し、乗っていた30代の男性作業員が海に投げ出されました。海上保安部などが付近を探しましたが見つからず、午後7時半に捜索を一旦中止。今朝も午前5時半から海上保安部や警察の船3隻のほか、ヘリなども出て捜索していますが、男性は見つかっていません。今治海上保安部によりますと、第三日の木丸は製造する船の一部を載せた台船に横付けし、日垣造船の波方工場から本社工場に向け航行していた途中に転覆したということで、事故の原因などを調べています。